それでは今回は精神科医が教える後悔しない怒り方について解説していきます。怒りの感情がいつどんな時に湧くか人それぞれ違います。あなたは自分がいつ怒るのかしっかりと分かってますか？怒ったせいで人間関係が台無しになった、部下への怒り方が分からない、人に怒られるのが怖いなど、怒りにどう対応したらいいか分からない人は多いです。怒りのタイプをしっかりとすることです。どういう時に人が怒るのか、そしてそれをコントロールする方法をしっかりと知ってください。この動画では怒りが生じる3つのパターン、怒り方の6タイプ、 6D3S の口癖をやめよう、セロトニンを増やす4つの方法について解説していきます。まずは怒りが生じる3つのパターンです。なぜ怒るのか、この3つが主な原因です。自分が怒らないために、周りを怒らせないためにあらかじめ知っておいてください。1つ目は〇〇すべき、〇〇であるべきというシュッとの気持ちが裏切られた時です。誰もが〇〇すべきという自分のルールを持ってます。あなたにも必ずマイルールがあるはずです。時間は守るべき、締め切りは守るべき、目上の人には敬語を使用すべき、必ずルールがあります。では自分にとっての大切なルール、決まりを平気で破る人がいたらどうですか？あなたはきっと怒るはずです。あなたがマイルールを持っているように、あなたも周りの人も必ずマイルールを持ってます。そのルールを破るとあなたが怒るように周りの人も怒ります。この人はどんなルールを持っているのか把握してください。また自分のマイルールっていうのをしっかりと知っておくことです。2つ目は〇〇したい、〇〇欲しいという欲求が叶わない時です。欲しいものが手に入らない、やりたいことができない、自分の思い通りに進まない、こういう時に人っていうのは怒りを覚えます。また他人から認められたいという承認欲求が強い人も、認められないことによって不満や怒りを膨らませやすい傾向があります。自分がしたいことは何なのか明確にすることです。そして周りの人が自分に求めていること、それが何なのかを把握するようにしてください。3つ目は他人と自分を比較して嫉妬妬みなどを感じた時です。誰にでも嫉妬や妬みなどの感情があります。あなたにもこの人になりたい、こういう風になりたい、こんな人がきっといるはずです。多くの人っていうのは他人と自分を比較してしまいます。あの人はみんなから大事にされている、でも自分は違う、隣の人は裕福なのにうちの家っていうのは生活に余裕がなく不幸だ、こう考えてしまいがちです。他人と自分を比較して自分の方が低く見られていたり、自分の方が恵まれていなかったりすると怒りを感じます。人間っていうのはどうしても他人と自分を比べてしまう動物です。おすすめは他人と比べるんではなくて昨日の自分と比較するのがおすすめです。人と比べた時点で負けと、そう考えてください。なぜなら上には上がいます。人と比べた時点で全ての人に勝つことはできないからです。続いて怒り方の6タイプ、 ABCDEF 順に解説していきます。 A タイプは幼児性が強いタイプです。我慢が苦手で思い通りにならないと切れます。周囲の人から融通が効かない、気が利かない、こう言われたことがある人は A タイプです。空気を読んで行動したりするのが大の苦手です。どこか未熟で子供っぽい怒り方をします。気分に左右されやすく人間関係が苦手です。集団で行動するよりも一人で行動することを好む方です。このタイプの人の怒りのコントロール方法として3つあります。1つ目、自分の好きなことを頭に思い浮かべて気持ちを落ち着かせることです。自分の趣味のコレクション、買っているペットのこと、何でもいいです。これを思い浮かべると気持ちが落ち着く、この習慣を身につけておくことです。2つ目はストレスのかかる場所に行かないことです。あまり知らない人に会うんではなくて、自分のことをよく知る人や仲いい人と付き合ってください。例えば会社での人付き合いをうまくやっていきたいんであれば、近寄らない方がいい人、味方に入れたい人などに分けて対策を立てて、それを日々実践に移して攻略していくのがいいです。3つ目、自分一人でできる趣味を持って没頭することです。読書、カラオケ、筋トレなど一人の時間っていうのを大切にしてください。続いて B タイプは秩序愛が強いタイプです。ルールを無視する人を許せない人です。〇〇すべきだという自分のルールに縛られている人は、そのルールが誰かによって破られたり無視されると強い怒りを感じます。真面目な優等生で、悪く言うと少しの違反も見逃せない融通の利かない人です。 SNS ではルール違反した人を見つけ出して、その人を容赦なく叩く傾向があります。例えば煽り運転でニュースになった容疑者をネットで調べたり、不倫が発覚した芸能人を叩いたり、そんな傾向があります。不謹慎な行為をしているやつはいないか、常日頃からパトロールしているような方です。このようなタイプの人は怒りをコントロールするために2つのことをやってください。1つ目は他人にあまり期待しすぎないことです。
自分のルールを他の人も守るべきだ。この期待があるからこそ守らない人に腹が立ちます。最低限これくらいはやってほしいな、これくらいの期待値がちょうどいいです。期待値をあらかじめ下げておけば、あまりいい結果が出なかったとしてもこれくらいでもいいかと思えるようになります。2つ目は、仲のいい友達に愚痴を言ってストレス解消するのが良いです。人に話すことで気持ちっていうのはどんどん落ち着いていきます。続いて C タイプは、他人より優位に立ちたいタイプです。何でも勝ち負けで考えて自分を強く見せようとします。競争意識が高く、物事を全て勝ち負けで判断しようとしがちです。他人に対しては自分の敵か味方か、これが判断基準です。怒りっていうのは勝負に勝つための道具のようなものです。俺はお前より強いんだぞといったことを相手に知らせるために怒りを利用しています。怒鳴りさえすればなんとかなる、こう思っているような人も結構多いです。弱い自分、自信のない自分を取り繕うために怒りという感情の力を借りて相手より少しでも強く見せようとしているわけです。自信のなさの裏返しです。このタイプっていうのは劣等感や弱みを抱えているため、自分の弱さや自信のなさをあえてさらけ出した方がいいです。弱く見られてもいい、恥をかいてもいい、こう開き直ってさらけ出してしまえば、肩の荷が降りたように気持ちがすっきりしていきます。負けるが勝ちっていう言葉があります。本当に強い人っていうのは勝ち負けにこだわらない、柔軟でしなやかな姿勢を持っています。続いて D タイプ、抑圧、鬱傾向の強いタイプです。感情を表に出さず徐々に怒りを溜め込んでいくタイプです。仕事が辛くても顔に出したり不満を言ったりしないです。相手や周りに気を使って受け流して嫌な感情を自分のうちに溜め込んでしまいます。根に持つような形で長期間にわたって怒りを少しずつ膨らませていくことが少なくないです。1年前、私が助けを求めたのに助けてくれなかったと言ったように、小さい恨みをじわじわと溜め込んでいきます。またすでに終わった出来事に対してああすればよかったという自分の行動を後悔したり否定したりすることも多いです。このタイプの人は2つのことをやってください。1つ目、もっと怒って自分を主張していくことをお勧めします。仕事を押し付けられそうになったらちゃんと断ることです。相手があまり無理な欲求をしてくるときは争うことを恐れずにちゃんと怒った方がいいです。2つ目はストレスを溜め込まないための工夫をするといいです。何でもいいです。自分はこれをするとモヤモヤが晴れるというストレスの解消法を1つか2つ持つようにしてください。友達とご飯に行く、カラオケに行く、何でもいいです。続いて E タイプは冷静分析タイプです。感情よりも論理を優先する方です。偏差値の高い怒り方をするのが大きな特徴です。冷静に状況を分析判断しながら理詰めで怒るタイプです。何事に関しても理屈で割り切り、感情よりも論理を優先する方です。このタイプの人の怒りのコントロール方法は、もっと周りの人に気持ちを打ち明けたり相談をしたりして自分の感情を積極的に表に出す方がいいです。要するに冷静分析タイプはもう少し感情のぬくもりを見直した方がいいってことです。喜怒哀楽に素直に従ってみる、これをすることによっていい結果につながることもあります。最後 F は思い込みの激しいタイプです。疑い深く恨みや妄想を膨らましていきます。勝手な思い込みが膨らんで相手を責めてしまった経験、あなたにもないですか？自分がないがしろにされている、自分の考えとか行動が邪魔されている、このような妄想を膨らまして敵対意識を持つようになります。このタイプの人っていうのは自己愛が強い自信家で、自分が勝って当然、優遇されて当然と自分が報われなかったりすると人のせいにする方です。対抗意識、競争意識が大変強く、スポーツや試験などでは終了ギリギリまで諦めないことが多いです。このタイプの人が怒りを抑えるためには2つのことをしてください。1つ目は折り合いのつけ方をしっかりと学ぶことです。思いが膨らみすぎてしまう前に適当なところで折り合いをつけて自分にブレーキをかける、この習慣を持つことが大事です。そのためには自分と語り合うセルフトークをやってみてください。マイナスの思いが膨らんできた時に、まあいいか、どうってことないさ、とにかく落ち着けといったワードを口癖にしてみてください。2つ目はたくさんの人がいる場所に身を置くことです。このタイプの人っていうのは1人でいる時間が長ければ長いほどネガティブな感情に走りがちです。仲のいい人とご飯に行く、一人で買い物に行く、散歩してリフレッシュするのもいいです。
続いて 6D3S の口癖をやめるって話をします。 6D っていうのはどうせでもだってダメだどうしようできないなどの否定的な言葉です。これは使わないことです。続いて 3S とは所詮すべきだしなければいけないなどのシュッと思考になる言葉です。それらの言葉を使うんではなくて4つの前向きな言葉を使ってください。できる、いける、大丈夫、なんとかなるです。これらの言葉を使うことによって怒りづらくなります。続いてセロトニンの分泌を増やす4つの方法について解説していきます。セロトニンっていうのは脳を穏やかにしてくれます。セロトニンが足りてないと不安になります。怒りやすくなります。1つ目、朝日光を浴びて夜は強い光を浴びないこと。寝る前はスマホ、パソコンなどのブルーライトを避けてください。2つ目、朝駅まで歩くことです。歩くことによってセロトニンっていうのは分泌されます。3つ目、セロトニンの原料であるトリプトファンを取ることです。肉にたくさん含まれているんで肉を食べることをお勧めします。4つ目、1日1回は大笑いすることです。友達と会う、誰かと飲みに行く、大きい声っていうのはストレスを減らしてくれます。それではまとめいきます。怒りが生じる3つのパターン。1つ目、〇〇すべき、〇〇であるべきというシュッての気持ちが裏切られた時です。人っていうのは必ずマイルールを持ってます。自分にとって大切なルールを平気で破る人がいたらあなたはきっと怒ります。そして周りの人っていうのは必ずマイルールを持ってます。この人はどんなルールを持っているのか、また自分もどんなルールがあるのかしっかりと把握してください。2つ目は〇〇したいという欲求が叶わない時です。したいことができない、欲しいものが手に入らない時に人っていうのは怒りやすくなります。自分がしたいことは何なのか明確にしてください。そして周りの人が求めていることも把握するようにしてください。3つ目は他人と自分を比較して嫉妬、妬みを感じた時です。人っていうのは他人と自分を比較してしまいがちです。人と比較することによってあの人は大事にされているのに自分は大事にされてない、そう感じることによって怒りを感じます。他人と比べるんではなくて昨日の自分と比較するのがおすすめです。続いて怒り方の6タイプ。 A タイプは幼児性が強いタイプです。我慢が苦手で思い通りにならないと切れます。集団行動が苦手、一人で行動するのが得意です。このような人の怒りのコントロール方法は3つです。1つ目、自分の好きなことを頭に思い浮かべて気持ちを落ち着かせること。2つ目、ストレスのかかる場所に行かないこと。3つ目、自分一人でできる趣味を持って没頭することです。 B タイプ、秩序愛が強いタイプはルールが破られると強い怒りを感じます。 SNS でルール違反した人、不倫が発覚した芸能人を叩くような人です。このようなタイプの人は2つのことをしてください。1つ目、他人にあまり期待すぎないことです。2つ目、仲のいい友達に愚痴を言ってストレス発散することです。続いて C タイプ、他人より優位に立ちたいタイプ。何でも勝ち負けで考えて自分を強く見せようとします。全て勝ち負けで判断するようなタイプです。このようなタイプの人は自分の弱さ、自信のなさをあえてさらけ出した方がいいです。弱く見られてもいい、恥をかいてもいい、そう開き直ってさらけ出すことです。続いて D タイプ、抑圧、うつ傾向の強いタイプです。感情を表に出さずどんどん怒りを溜め込んでいくタイプです。根に持ったりとか、すでに終わった出来事に対してああすればよかったなどと自分の行動を後悔したり否定したりすることも多いです。このようなタイプの人は2つのことをやってください。1つ目はもっと怒って自分を主張していくことです。断る、怒る、自己主張っていうのをしっかりとすることです。2つ目はストレスを溜め込まないための工夫として、自分はこれをすればモヤモヤが晴れるというストレス解消法を1つ2つ持つようにしてください。続いて冷静分析タイプはリズムで怒るタイプです。このようなタイプの人は周りの人に気持ちを打ち明けたり相談したりして自分の感情を積極的に出すことを心がけてください。続いて思い込みの激しいタイプ、疑い深く恨みや妄想を膨らませていくタイプです。このタイプの人は2つのことをしてください。1つ目は折り合いのつけ方を学ぶことです。セルフトークを習慣づけてください。まあいいか、どうってことないさ、とにかく落ち着け、このようなワードを口癖にすることです。2つ目は人がたくさんいる場所に身を置くことです。続いて 6D3S の口癖をやめることです。どうせでもだってダメだどうしようできないなどの否定的な言葉をやめること。所詮すべきだしなければならないなどのシュッと思考にならないことです。その代わり4つの前向きな言葉を使ってください。できる、いける、大丈夫、なんとかなる、これらの言葉を使うことによって怒りづらくなります。最後はセロトニンの分泌を増やす4つの方法です。セロトニンが足りないと不安になったり怒りやすくなります。この4つを必ずやってください。1つ目、朝日光を浴びて夜は強い光を浴びないことです。寝る前はスマホ、パソコンなどのブルーライトを避けてください。2つ目、朝駅まで歩くこと。3つ目、セロトニンの原料であるトリプトファンを含む肉をたくさん食べること。4つ目、1日1回は大笑いすることです。まずは怒りの感情がどんな時に湧くのか、そして自分のタイプをしっかりと知って対策することをお勧めします。
本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタン、クリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。